皆さんよろしくお願いします。哲学人です。今回は、ギリシャ哲学の、自然哲学の会が終わりましたので、今回からソフィストの登場というお話をしていきたいと思います。紀元前の5世紀頃のアテネは、経済的文化的に発展してギリシャの中心的なポリスになっていくわけですけども、その政治体制っていうのは民主主義、デモクラティアであり、デモス、民衆のクラティア、権力支配を意味するように意味します。で、こういった民主政治の中では、その家柄とか財産に関わりなく有能な市民が指導者となる可能性が開かれていた時代と。で、こういったその時代に青年たちは、政治的知識とか弁論術を学ぶためにソフィストと呼ばれる、職業教師から学んだと。ここに、ソフィストが登場してくるわけですけれども、ソフィストっていうのは諸国を歴した、幅広い教養の持ち主である一方を、白を黒と言いくるめるようなそういう詭弁家という批判もあったと。しかし実際は博識と理性の力によって、旧来の習慣だったりとか既存の政治体制を批判的に吟味した、啓蒙的知識人っていう意味合いも役割も担ってたと。なので結構その哲学史の中ではソクラテスがその批判する敵役みたいなところあるんですけども、実際にはそういったその非常に優れた人物たちだったと。で、ソフィストの活躍によって、哲学の関心というのはそれまでの、前回お話しした自然ピュシスから、人為ノモスへと移っていったと。つまり自然から、自然そのものについて探求するのではなくて、人間や社会の在り方に、関心が移っていたことを意味すると。自然哲学から次第にそのソフィストの登場によって人間や社会の在り方の方に関心が移っていくっていうのが時代背景としてあったというわけですね。はい、どうもありがとうございました。